大丈夫そう。ここに置けばいいんだと思う。よし来た。やばい。始め。今日も笑顔に始まるよ。はいどうも皆さんこんにちは、ピッピ丸です。本日もですねハローネイバー2、こちらのゲームの続きをプレイしていきたいなと思います。今回はこのね館の中に侵入して、ちょっとですね順番的にバールを失ってしまったんで、バールを取りに行きたいなと思います。なのであそこにあるバールをまず手に入れるというところからやっていこう。走れ、隣人来るよ。まあ隣人が来るのはあそこにいますね、多分。登ってくるかな。来ないね。オッケー、ラッキー。まずはこれが欲しいの。隠れた。こんなところに隠れるとこあったんだね。初めて見つけました。どこにいるかな。オッケー。ここ開けた。オッケー。バールも手に入れた。オッケー。まずファーストミッションクリアです。よし、あそこに隠れる場所あったんだね。いい感じに使えば、あそこにいるね。よし、見つかっていく？来てるかな？来てないね。思ったよりすぐ負けますね。でね、上来るかな。来てるね。来た。まあここは見つかってもしょうがない。よいしょー。で俺がやりたいことはこれ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 。よしよし、取った。ここに置いちゃったんだよ。よし、ここに置いちゃったの見てたの。よし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 、順調です。非常に順調でね、このお家のログハウスみたいなのを、ちょっと待って、おじさん近くにいる。来ないかな。大丈夫かな。来なさそうかな。大丈夫そう。ここに置けばいいんだと思う。よし来た。やばい。走れ。うわだよね、だよね。なんでこれバールがなくなるんだろうね、すぐ。バールがなくなってしまうの不便でしょうがないんだけどな。大切なバールを一本どっかにやってしまったんですよね。困るな。なくなってしまうのよ、バールが一つ。え？ほらね、バールが必要でしょ。捕まるとバールがなくなっちゃうんだよな。で、本来なくならないバールを、OK、見つかるか。あそこにバールある？じゃあ
あ、あるあるある。危ない。くそ、このバールがないと。本来なくならないバールをどっかになくしてしまったんですよね、私が。いや困るな、これは不便だ。毎回バールを取りに戦いに行かないといけないから。どこになくしちゃったんだろうな、本当に分かんないですよね。ただね、多分この屋敷の中どこかに落としたんですよ、多分。あぶら。オッケー。なんか一個バール捕まってもなくしちゃうバールがあるっていうのが不便でしょうがないですよね。何これ、頭ある。 OK、 バレてない。え、何これ。え、え、開いた。どんどん進んできました。なんだこの部屋、なんだこの部屋、なんで？なんで？なんで？何？何？この部屋何があんの？え？全然わからない。この部屋なんかある？え、どっかある？何もないよね。え、え、わかんない。え、他に何か。何この部屋。え、わかんない。いない。ん、来た。この剥製の頭みたいなの取ったけど、この頭をどうすれば、この頭をどうすれば。うわー、セーフか、ラッキー。何これ、分かんなかった。なんか置くべき場所あったかな。分からんな。マジでわからないぞ。どこに行けばいいんだ。どうしよう、ちょっと待ってね。さっきの部屋もう一回見ます。さっきの部屋をもう一回見てみていいですか。
だってそこ以外なんか思いつかないもんね。あの先にさ、あんなに一生懸命入ったのに何もないなんて。あ、あった、あった。鍵あった、鍵。見つかった、見つかった。行こうっす。はい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 。この鍵をどこに使うかよ、この鍵をどこに使うかよ。うわあ！くっそ、後ろに来てたのか。悔しい、バールがなくなる。バールを取りに行こう。絶対何かあった時にバールは必要になるから。ここのドアを開けたことによってバールはすぐ手に入るな。バールはすぐ手に入るんだけど、鍵か。また走れ。うわあ、早っ。よし、こっちから来るとは思わないだろ。どこにいる？この鍵をどこに使えるかだよな。ここか、ここか、ここか。なんで、なんで。ほっ、なんで使えない、なんで使えない。どこにいる。はやっ、追いかけっこしようぜ。どっちが早いかっていう、今後ろ来てるよね多分ね。この息遣いは確実に後ろ来てるけど、負ける自信があるんだよね。巻いたところで、巻いたところで、巻いたところで、まずい。急げ。絶対今後ろ来てると思う。負けるか？すごいしつこい？止まったら捕まるかな？お！このカラスのところにいれば捕まらない。これすごくないですか。ここな気がする。お、え、ここじゃない、ここかな。え、ここの鍵でもない。あ、どこの鍵なのこれ。これ、ここじゃない。見つかってるとダメか。ちょっと待ってね、なんか俺分かった気がする。魚の頭使うんだ。俺分かったぞ。あそこイノシシの頭じゃなくて魚の頭を手に入れて、うお、こっち側歩いてくるか。アイテム取りたかった方なんだよな、そこ。アイテム取りたい方行ってるな。なんとなく分かったのは、魚のあそこ、頭をあそこに置くんだ。イノシシの頭置いちゃったけど、
この2つ重要。1階出よう。そして2階に行ってこの頭をあそこに置く。この鍵が使える場所がわからないね。ここに置くの多分。なんだ？だが伝説の回避方法があることを知らないらしいな。俺がヤッホーこの鳥みたいなところに乗れるっていうのはこれは便利だな。めちゃめちゃ。どこにいる？これがこう。こうでしょ。え、なに？だからなに？だからなに？え？ここの鍵じゃない。あ、バル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 。初めてこんな外に出た。ん？登れた。ん？ん？なんか声がする。助けてって言ってるか？なんかの部屋があるけど、入れるわけじゃない。見れるだけ。ん？よし、ちょっと待ってね。この鍵をどこに使えばいいんだろう。でもなんかすごい上に登れるな。何か意味がありそうな。すごい、何か意味がありそうなぐらい上に登れてます今。何か隠し通路とかあるの？ここは何？お、え、登れるだけ？え、登れるだけ、どういうこと？なになに、どういうこと？登れるだけじゃん。なんかこれといってなんかいい感じでもないしね。なになになに、なにこれ、なんかある。どういうこと？何かをさせる？どういうこと？マジでどういうこと？
子供のシルエットがある。あの親父、成敗するしかないな。どういうことかわからない。ただどういうことかわからないけど、ただこの鍵をどこかに使えるはずなんだけど、どっかに使えるはずなんだよな。ゴー。でもここで見つかったとしても、ヒャッホー、あ、やべ、落ちちゃった。ダメだ、この鍵が使う場所が分かりません。ちょっとこの鍵使う場所を次回探そうかなと思います。はい、ピッピマルですね。ハローネイバーズ、こちらのゲーム全クリまで全力で明るくゲーム実況やっていきたいなと思います。まあ非常にですね、チャンネル登録の方もですね、まあ大体今3週間目ぐらいなんですけれども、チャンネル、ここの録画させていただいている時点で、チャンネルですね、初めて、まあ、約3週間と、いうところでですね、非常にありがたいことにチャンネル登録もたくさんの方にしていただいて本当にありがとうございます。これからもですね、頑張って全力で明るくですね、ゲームをですね、心の底から楽しんでやっていきたいなと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。皆さん、バイバイ、またねー。Thank you.